ライオン兄さんの、米国株ファイヤーが採用ということで、今回のテーマはこちら。どーどん。FOMC 速報。最後の利上げか米国株は全力買いリセッションは来ない。このテーマについて動画を撮っていきたいと思います。今回の動画のトピックはこちら。まずは FOMC の解説。そして2番目に、米国株の最近ニュースまとめ。そして見どころの3番目が、 え、資産を最大化する投資戦略。ということで、え、今回の動画はこの3番が見どころとなっております。動画を最後まで切らずに、ラッキーだったな。カカロット。はい。ということで、ライオン兄さんのこちらの300万円ファイヤーですが、え、全国の書店やアマゾンで、え、絶賛発売中です。ぜひ、まだの方、チェックしてみてください。はい。 あちなみにですね、2冊目の書籍が、えー、今年の11月頃に発売される予定なので、えー、そちらもね、楽しみに待っていただければと思います。えー、それでは早速今回の本題に入っていきましょう。まずは FOMC の解説ということで、昨夜 FOMC が開かれました。で今回の FOMC ですけども、0.25ポイントの利上げを決定しました。これにより、政策金利 FF レートは5.25から5.50%になりました。 これは22年ぶりの高金利ということです。そして、次回以降ですけども、利上げの可能性を残しました。これについては後ほど詳しく解説いたします。はい。ということで FF レートですね。政策金利なんですけど、まあ、急ピッチでね、急角度で利上げしてきました。はい。こんなショック前まではね、これぐらいしか上がってませんし、角度も緩やかでした。今回はかなり急角度で利上げしてきて、そしてね、 このリーマンショック前の金利を、金利水準を上回ったということですね。まあこの2001年頃ですね。えー、この時以来の高金利になっているということです。はい。まあこれを受けてマーケットの方ですけど株はほとんど動きませんでした。まあニューヨークダウがプラス0.23%。えー、そしてナスダックマイナス0.12%。SP500 もほとんど動かずマイナス0.02%です。 はい。そして、えー、ヒートマップの方を見ていくと、はい。まちまちですけども、これもほとんど決算ですね。えー、決算で、えー、決算が悪かったというかね、えー、クラウド事業の伸びが原則の、ね、発表されたマイクロソフトが、下落して、え、そして、えー、決算が良かった、コンセンサスを上回ってきたアルファベットなどは、強く上昇したという結果となっております。はい。で、パウエル議長の発言なんですけども、 6月の CPI の原則はまあ良かったよと。はい、いうことです。ただ、コア CPI は依然としてまだ高いということですね。これが本当に鈍化していくのかっていうところに今後しっかり注目していきましょう。そして、9月の利上げの可能性ですけども、こちらは利上げありの可能性もあるし、なしの可能性もあると。まあ、現状はわかりませんよというふうな発言をしました。はい。で、議長の発言の続きですけども、今年中に利下げはないと。 ま、これはね、えー、皆さんも考えている通り、利下げはないんじゃないかなというところですね。で、えー、来年の利下げですけども、まあ、数人の FOMC メンバーが予想する人もいますよということです。そして、注目のこちらですね、FOMC メンバーはもはやもうリセッションは来ないという発言をしております。まあ、これについては、FOMC メンバー以外も、こういった、ね、発言が今増えてきてますので、後ほど詳しく解説していきます。はい。 でパウエル議長の発言の結論なんですけども、まあ、利上げの可能性を残したということです。はいまあ、これを受けて、金利の先物市場なんですけど、パウエル議長は利上げの可能性ありますよと言ってますが、マーケットの方うは、大方ですね、7割ぐらいの確率でもう利下げはないというふうに織り込んでいます。まあ、20%、30%ぐらいの可能性でね、一応利上げされる確率もありますけど、ほぼほぼ利上げしないと、マーケットは織り込んでいます。 はいえ。そして、10年債の利回りなんですけど、これ非常に注目ですね。非常に重要です。今回、利上げしたにもかかわらず、なんと金利は低下したんですね。はい。ということで、FRB のポーカーフェースということで、これはマーケット見抜いてますよ、ということで、ウォールストリートジャーナルから記事が出ていました。はい。要は、えー、パウエル議長は、利上げの可能性を残す発言をしましたが、えー、まあ、それはですね、マーケットの方は、 もう、それは、単純に利上げ終了っていうふうに思われたくないから、えー、え可能性を残した発言をしましたが、ですけど、マーケットはもうしないだろうっていうのを完全に織り込んでいて、その証拠に金利が低下し、ドル安となっております。はい。え続きまして、米国株ニュースまとめということで、えリセッションは来ない説について、えー、え解説していきたいと思います。はい。こちら、日経新聞から記事が出ておりましたが、こちら、ブラックロックの 債券トレーダーのリーダーですね。はい。まあ、ちょっとリーダーリーダーで重なってややこしいんですけど、リックリーダーさんが、リセッションはもし来ても浅いものになるだろうと。えー、その理由として、まあ、米国の経済強い、雇用も強いといったところから、リセッションはもし来ても浅いだろうと。えー、そして、えー、ドル円についても発言がありました。ドル円は今ね、イールド株コントロールで円安となっていますが、構成価格、これ、ね、どうやって弾き出してるかわかりませんけど、 構成価格は120円から125円というふうに言っております。はい。なので、このリックリーダーさんはドル円のショートポジションですね。はい。つまり円買いのポジションを取っているということです。はい。なので、そして日本株、米国株も経済強いというところから買いだろうと。このような発言をしていました。続きまして、バーランキさんですね。元 FRB のバーランキさんから このような発言がありました。インフレ率は向こう6ヶ月で3から3.5%に低下するという見方をしています。でその理由として、家賃の上昇幅が縮小。そして、自動車価格が今後下落する見通しというところでインフレは収束していくだろうという見方をしています。はい。で、来年前半にインフレ率は3%前後に落ち着き、そこからゆっくりと時間をかけて2%に低下していくだろうと。 そして、雇用は強いことから、もしリセッションが来ても、ソフトランディングで済みそう。とのことです。はい。伝説の議長、バーナンキさんが、まあ、リセッションは来ても浅い。え、それから、7月の利上げですね。今回の利上げが最後になる可能性はあり得ると。え、このような発言をしていました。はい。え、リセッションが来ない説を唱えている、え、リセッションが来ない、もしくは来ても浅いと唱えているのは、え、まず FR、FRB のメンバーですね。え、そして、 元 FRB 議長のバーナンキさん。そして、ブラックロックの再建部門のリーダーが、リセッションは来ても浅い説を唱えています。はい。で、ここからライオニーさんの意見なんですけど、この、まあ今のね、米国経済を見ていると、リセッションは来ても浅い。ソフトランディングするっていうのは賛同できます。ただし、この不足の出来事が起こった場合は、違うシナリオになるということですね。はい。なので、そこも押さえておかないといけないということですね。 ただ、現状、この暴落を待っていても機械損失になるので、株は買いです。ただし、余裕資金は残しておきましょう。はい。というのもね、最近ですね、大富豪にお会いしました。北原照久さんというおもちゃコレクターの第一人者の方にお会いして、大豪邸にお招きいただいたんですけども、これ加工なしで、このね、海の色で。これ後ろがね、家なんですけども、この家がもともと8億円だった。一番最初の持ち主が8億円で買ったそうです。 でそこから、えー、バブル期を迎えて25億円ですね。次の持ち主が25億円で買ったそうです。えそしてそこからバブル崩壊して山市証券とか破綻した1997年に6億円までこの価格が下落した。その6億円の時に北原さんは購入されたそうです。まあ、おそらくね、この家の底値だったと考えられるんですけども。えつまりインフレの時は全ての価格が上がる。 そしてデフレの時は全ての価格が下がる。当たり前のことですけど、北原さんもこのように唱えておりました。はい。貧乏サイクル、金持ちサイクルを改めて抑えましょう。貧乏サイクルは高い時に買って、そして安い時に売ってしまうということですね。この、先ほどの例で言うと、2番目の家の買ったね、えー、持ち主は25億円の時に買って6億円で手放しているんですね。これ貧乏サイクルです。はい。一方、金持ちサイクルは、 ま、高い時に売って安い時に買う。この安い時に買えるっていうのはなぜかっていうと、キャッシュがあるからです。金持ちサイクルは安い時に買えるのはキャッシュがあるから買える。逆に貧乏サイクルの時は高い時で買って、ね、景気が悪くなった時にキャッシュがないから手放してしまうと。そういうことです。なので、キャッシュポジションは重要だということです。はい。ということで、今のね、相場ですね。えー、ま、米国経済強い、えー、来てもソフトランディングっていうことなんですけど、改めて相場サイクルを確認すると、 逆金融相場から逆業績相場に向かっていく中間半島だということですね。そして、まあもしかしたらこのね、逆業績相場も浅い押しで終わる可能性もあります。はい。もしかしたら不足の出来事が起こった時には深い押しになるかもしれません。はい。で、基本に立ち返るんですけど、まあこのようにね、FRB 議長とかいろんなメンバーからソフトランニングすると。まあいわゆる大衆が強気になっている時ですね。まあこういう時こそ慎重になりましょうと。 はい。ウォーレンバーヘッドさんも言っています。そして、えー、大衆が悲鳴を上げた時こそ、強気になる時です。よろしいでしょうか。はい。えー、ライオン兄さんの意見なんですけど、まあ、暴落を待っていると、もう今株価強いんで、すぐすぐ上がっていくんで、とにかく今買いです。ただし、深く押した時ですね。この時に現金なかったら終わってしまいますので、はい。終わったになってしまいますので、えー、余裕資金で投資しましょうということです。はい。ということで、えー、もし深い押しになった時ですね。 米国株の絶好の投資チャンスは S&P500 の PR13 倍です。えー、個別株もね、この13倍になった時におそらくねがあるでしょう。はい。なので、この13倍になりましたら、ライオン兄さんの公式 LINE メルマガで速報を出します。ぜひ、概要欄の方から LINE メルマガの方に登録しておいてください。はい、そして、LINE メルマガの読者限定で、時々ですが、書籍の方もプレゼントしております。はい。なので、ブロックせずに、LINE の方は登録しておいてください。そして、なんと、ライオン兄さんは、 9月にロバート清崎に会いにシンガポールに行きます。このロバート清崎とロバート清崎の資産運用のチームですね。にお会いします。まあ、そこでね、今ロバキオが、このドル、それから金、ビットコイン、このあたりをどう見ているのかっていうのを、えーまあ、情報仕入れてきます。で、その情報ですね。こちらは SNS などでは公開しません。LINE とメルマガの両方に登録している読者限定にロバキオからの情報はコンテンツ配信いたしますので、LINE メルマガ、 漏れなく登録しておいてください。はい。え、そして、えー、マグニフィセントセブンって皆さんご存知でしょうか今はもうシリコンバレーではガーファムなんていうのは言われていないんですね。ガーファムプラス NVIDIA、テスラをまとめてマグニフィセントセブンというふうに呼びます。まあ壮大な7名柄ということですね。で、決算が発表されて、えー、テスラまあ、あのー、利益率がまあ悪くなったっていうことで売られました。マイクロソフトも え、売上高やね、利益率、それから、あ EPS などはコンセンサスを上回ったんですけど、クラウドが減速するという発表が嫌気されて、株価はちょっと下落しています。で、アルファベット、メタなどは、まあ、決算良かったということなんですけども、このね、決算をミスした銘柄を、皆さんどのように判断してます、判断していますでしょうかまあ、売却する。あるいはホールドしたまま。あるいは買い増し。このあたりね、適当にノリでやってませんかということです。 はい。で、株式投資は、決算書をしっかり分析した上で、ビジネスモデルを理解した上で、長期保有が、まあ、資産が増えるということですね。はい。まあ、そこを分かっていないと、まあ、上昇トレンド。今、チャートがいいから、そして未来のストーリーがいいから、で期待で買われるんですね、株っていうのは。これ PR e 上がるっていうことですね。ですけど、結局は、業績に終電するんですね。はい。で、この、下落した時に、どう考えるかっていうことです。ビジネスモデルを理解していないと、ここで売り抜けて利益確定しちゃいますよ、と。 それではあなたの資産は大きくは増えませんということですね。はい。株式投資の本質っていうのは有料銘柄を理解した上で株の保有枚数を増やすってことです。で、それが長期的に業績が上がれば株価が上がっていきあなたの資産はものすごく増えると。これが株式投資の成功するパターンなんですね。はい。例えばライオン兄さんも自分のね会社の決算が出たらこのようにね、バランスシートであったり、PL っていうのをちゃんとね、視覚化します。はい。 まあこういってね、利益率とかをしっかり分かった上で、じゃあこの利益率高いんですけども、この高い利益率がなぜ担保されているのか、まあそれブランド力があるとかそういったことですね。まあそれを理解した上で投資しないといけないと。では皆さん、マグニフィセントセブン保有されている方結構いらっしゃると思うんですけど、じゃああなたの持っている銘柄の営業利益率何って今スッと言えるでしょうかじゃあその利益率を出せている理由なんで、なぜっていうのを説明できるでしょうか もし説明できないとすれば、あなたは適当に株式投資をしていると、えいうことにつながります。はい。ということで、えー、決算書を読めずに株式投資しても、まあ、プチ成功はあっても大成功はありませんと。あるいは、決算書を読めない社長は、あなたの授業はスケールしないと。えー、いうことなので、まあ、そういった方のために、なんと、ライオンニーサの主催する、ファイナンシャルフリーガレッジの米国株、えー、無料オンラインセミナーを開催しております。こちら概要欄から、全国各地、 え、海外からも無料で参加できます。そして参加者全員に裏年収300万円ファイヤーというね、こちらの8万部のベストセラーとなった、ね、書籍のスピンオフのね、非売品の書籍をプレゼントしております。はい。そしてこのセミナー参加者の中から多数のファイヤー達成者を輩出し、Yahoo ー,ースなどのメディアに掲載されております。はい。なので、このスクールにはね、ファイヤー達成のノウハウ、マインドセットなどがありますので、ぜひね、こちら、セミナーご参加、 えー、そそれから、有料の講座の方もお待ちしております。はい。あとはですね、ボイシーも毎日発信しておりますので、ぜひ、概要欄をチェックしてみてください。はい。えー、今回の動画良かったと思われた方は、いいね、高評価ボタン、新着動画を逃さないために、通知ボタンの登録もお願いいたします。はい。ということで、えー、本日は暑い中、えー、涼しそうな水色の T シャツで、水色の T シャツでお届けいたしました。えー、みんなで頑張ってファイアーしましょう最後までご視聴ありがとうございました。